新年明けましておめでとうございます。年頭にあたりまして、謹んでご挨拶を申し上げます。振り返れば、私が市長に就任いたしまして、10年半が経過いたしました。市民自治が息づくまちづくりを目指して、市民の皆さんと共にさまざまな課題を乗り越えてきたと、こんなふうに考えております。ゴミの大幅な減量や節電による電力機器の回避、こうしたことを成し遂げることができたのは、まさに市民の力の賜物に他なりません。皆さんのその意欲と行動力に心から敬意を表するとともに、感謝を申し上げたいと存じます。さて、昨年札幌市では、今後10年間のまちづくりの指針である札幌市まちづくり戦略ビジョンを市民の皆さんと共に策定をしてまいりました。このビジョンでは、目指すべき都市像と重点的に進めるテーマというものを定めているところであります。今年は皆さんと共にこのテーマに沿った施策を力強く進めてまいります。昨年11月11日、国連のユネスコは札幌の創造都市ネットワークへの加盟を承認いたしました。私たちが住む札幌は、開拓史時代のフロンティアスピリッツを心の支えとして、創造的で自由な発想によって時代時代の課題を克服して、そして世界に誇るべき街へと進化をしてまいりました。今、人口減少と超高齢社会の到来という時代の転換点に立ち、改めて札幌の魅力を磨き上げ、地域経済を牽引するために必要とするものは、人が持つ創造性というものをいかに発揮できるかにあると私は考えております。そんな思いから、私は2006年の3月、創造都市札幌を宣言いたしました。創造性を刺激するさまざまな取り組み、例えば500メートル美術館や地下壕によります芸術空間を作って、あるいはオータムフェストを起こして、道内連携の種をまき、北海道の中の札幌という発想を展開してまいりました。今回のユネスコ創造都市ネットワークへの加盟承認ということは、札幌市民の創造性が世界レベルで評価をされたものであり、札幌の新たな都市ブランドを形成する力となり、それがまた札幌市民の誇り、シビックプライドを形成するという好循環につながることが期待されるというふうに思っております。そして、この都市ブランドの高まりということは、必ずや札幌の経済を牽引するエンジンへとつながっていくと私は確信をしております。さらに、今年はこの創造都市札幌の象徴的な事業として、札幌国際芸術祭を初めて開催いたします。都市と自然ということをテーマにした新しい形の芸術祭を目指しております。市民の皆さん、そして日本のみならず世界の方々に心の琴線に触れる感動や共感、創造性を育む喜びというものを体感していただきながら、創造都市札幌の魅力も発信していければと、そんなふうに思っております。先にも述べましたけれども、この創造都市は新たな経済の可能性にチャレンジをするということでもありますが、一方で札幌、北海道の強みの一つであります動産食材について、その豊かな自然の恵みというものをさらに加工することで付加価値を向上させます。そして、これを広く発信する取り組みを支援し、海外への販路拡大などにもしっかりと力を注いでまいりたいと考えているところであります。私たちの住む札幌は、北海道が持つ豊富な資源を背景として繁栄してきた町であります。道内市町村との連携を深め、北海道全体の発展を目指すことが
ひいては札幌の元気につながることでもあります。道都としての役割を担い、他の市町村と手を携えながら北海道の元気を牽引していきたい、そんなふうに考えております。さらに一昨年に決定いたしました北海道新幹線につきましても、札幌と東北が新幹線でつながることによる新たな経済文化圏の誕生というものが北海道の大きな力になることを期待し、引き続き早期開業に向けた努力を続けてまいります。かつて北海道開拓史の版画として札幌のまちづくりに着手をいたしました島義武は、丸山の丘の上に立ちまして、雄大で肥沃な石狩平野を眺めながら、ここに五州第一の都、世界一の都を作るという壮大な志を抱きました。これからの日本、そして札幌は時代の転換点に立ち、さまざまな困難に直面する時代を迎えます。しかし困難であるからこそ顔を上げ、チャレンジをし、自らの手で未来を切り開いていかなければなりません。新たな時代を迎えるにあたり、先人の志を思い起こして、世界が憧れる街札幌、これを目指し続け、みんなで考え、知恵を出し合い、行動していくという市民自治をさらにさらに進めてまいりたい、そんなふうに考えているところであります。今年も市民の皆さんのご理解とご協力を心からお願いを申し上げます。この新しい2014年が皆様と皆様のご家族にとってより良い1年でありますことを心からご祈念申し上げまして、私の新年のご挨拶とさせていただきます。本年もどうかよろしくお願い申し上げます。みんなで元気にいきましょう。ありがとうございました。